はい、あの本名です。またおはようございます。あのまだヨーロッパにいるんですけど、昨日は街をブラブラしながら、街の様子がどんな感じなのかななんて思って見てたんですけど、やっぱし物価が高いのと、多分そこに住んでる人は当然なんだと思うんですけど、物価の高さにこっち側に住んでる人が慣れてるっていうか、高くて当然だみたいな話を聞くと、こっち側にいる人、給料がもう毎年若干でもずっと高くなるみたいな。日本と違うのは、日本って今の感じだと、まあ国がまあ借金多くなってくる。まあ貧富の差が若干激しくなって、給料いっぱいもらう人と下に下がっていく人。プラス、多分企業がすごいお金を持ってるんだと思うんですよ。今回のこの日本の日経平均が上がってるとか、企業の株価が上がってるっていうのは、これほとんどなんか自社株買いっていうか、企業が配当で出したり、企業が自社株買いするんで、株価が上がってる。そんなことを思いながら街を歩いてます。まあ僕ヨーロッパ来て、ヨーロッパっていうと、この街にパテックフィリップがあるんで、昨日パテックフィリップ美術館っていうのに行ってきました。それでパテックフィリップって、まあ時計の僕は何て言うんですかね、王様だと思うんですけど、行ってちょっと、これ気が狂ってんじゃねえのみたいな。やっぱし美術館行って、ちょっと気が狂ってるなって思ってんのが、オーナーの人の、コレクション癖っていうんですか。このパテックフィリップ以外の時計、だからまあ15世紀ぐらいの単なる置き時計からずーっとやっぱし懐中時計があって、それから腕時計になると。それでまあ歴代のパテックフィリップの時計がずっと置いてあるのが、だいたい4000点ぐらい、まあストックがあって、それを4000点以外の時計プラスお土産であった装飾品みたいなもんまで、ずっと置いてあるんですけど、これすごいコレクションだなって思ってんのを、ずーっと時計を作りながら儲けたお金でずっと買い集めてたと。まあそれが何て言うんですかね、功を奏してって言ったらおかしいんですけど、パテックフィリップミュージアムみたいなもんになって、こういったモノフェチって言ったらおかしいですけど、物を愛してる人が物を作って世界中に、まあ運とかもあるんでしょうけど、広げていかないと、物っていうのは顧客の人に響かないのかなみたいな。店もあるんですけど、店行っても物がないんですよね。だけどなんかこう、物がないから欲しくなる。欲しいの理由なんでって言うと、時計に対する情熱とか、なんで時計作ってんのみたいな。まあ、この間、時間と死っていう本を読んでたんですけど、中島さんに。まあ、時間っていうのの概念じゃなくて、まあ、言語学的に言うと、時間ってあるじゃないですか。でも、過去ってないんですよ。未来もないんですよ。っていうと、概念と時間って違うんだよ、みたいな。なんかその商売のあり方って言ったらおかしいですけど、自分がどういうふうに商売にこう向き合って、どういうふうに時間を使うのかみたいなところをつくづく感じるのと、今まだ朝の6時ぐらいなんですけど、世界どこ行っても朝が来ると、これやっぱすごいなと思うと同時に、このヨーロッパの人たちがなんかこう話をしてると、こんな暑い夏は今までになかったみたいな。まあ乾燥してるんで少し過ごしやすいんですけど、やっぱり30度以上なんですよね。世界中の人がなんかちょっと自然がおかしいんじゃないのとか、地球がおかしいんじゃないのなんて思ってるヨーロッパです。じゃあ今日はこんな感じで終わります。ありがとうございます。